ベストラ・スタンバナン線は、ストックホルム中央駅とヨーテボーリ中央駅の間を結ぶスウェーデンの鉄道路線である。ベストラはスウェーデン語で、西、スタンバナンは、本線を表し、その名の通り首都であるストックホルムから西へ、向かい国内、第二の都市であるヨーテボーリへ至る、最も重要な幹線の一つである。スウェーデンの鉄道は所有者と経営者を分ける、上下分離式を採用しているが、 このベストラ線も例外ではなく産業省交通局が所有している路線をスウェーデン鉄道、グリーンカーゴ、ベオリアトランスポールなどが借り受ける形で列車を走らせている。ストックホルム南駅、ヤーナ駅の間は複々線で、このうちフレミングスバーク駅、ヤーナ駅は複線が別々の経路を通る形での複々線となっている。 ストックホルム中央駅、ストックホルム南駅、ヤーナ駅、ヨーテボリ中央駅の各区間は純粋な伏線となっている。1850年代に鉄道建設が計画されたことに橋を発する。この路線は、ストックホルムとヨーテボリを極力直線で結ぶルートで、湖の北側を通り、オレブロやエスキルストゥーナといった街を経由しないことで、計画された。1855年。 アリングソース付近で非公式が行われ、翌1856年にヨーテボリ中央駅ジョーンズワード駅間が開業した。1862年11月に全線が開通した。1871年にはストックホルム近郊がスウェーデンで初の伏線化がなされた。1921年にはストックホルム近郊区間がセーデルテリエ経由になり、 1926年には電化、そして1958年には全線複線化が完了するなどの改良が進んだ。1990年代初頭には高速特急列車 X2000 が他の路線に先駆けて運行され始めた。ストックホルム側は複々線の区間が存在するものの、ストックホルム中央駅ストックホルム南駅の区間だけは複線となっており、 ボトルネックとなってしまっている。現行のこの区間では、最大毎時24本の列車が通過する。現行の列車種別には、日本の特急列車、急行列車に相当乗車券の他に、特急券が必要な列車として、X2000 とインターシティが運行されている。セーデルテリエ南駅を発車する、X2 系乗車券だけで乗車できる日本の普通列車、快速列車に相当する。 中央駅と南駅の区間のボトルネックを解消するため、この区間に地下線による路線増設が計画されている。仮称、シュテューバナン線と呼ばれる、この路線は2008年から建設が始まった。ストックホルムとヨーテボーリの間には、時速300キロ以上で走る高速鉄道の建設計画がある。この計画では、ストックホルムから、 ヤーナイキ付近までの 40km は在来線を走る。高速新線に入ると、ベッテルンコのノーショーピング、ヨンショーピングやボロースといった既存路線の経由地よりも人口の多い都市を経由して2時間程度で結ぶ予定ではある。しかし、現行の最速の X2000 は3時間弱で走って、折り40分程度の短縮にしかならないことなどで反対意見もある。 ありがとうございます。